Good afternoon, sir. タイタンです。どうも、こんにちは。で、今日は8月の6日なんですけども、次戦の関東選手権まで残り6日、約1週間前ということで、ピークウィーク、調整週間に入ってます。で、今回は、ケントさんから指示があった、大会までの過ごし方、ピークウィークの調整方法っていうのを大公開してしまい、噛みました。大公開してしまおうと思います。多分有料級。はい。オンラインコーチングを今受けてますので、自分に合った内容っていうことになってくるんですけど、まあ、参考までに自分の体格をお伝えしますと、身長が190センチで、仕上がりの体重がだいたい88とか 87. 点後半台っていうところなので、まあ、皆さん全てに合致するわけではないと思うんですけれども、参考に、何かの参考にしていただければと思います。ということで行ってみましょう。そしたらですね、大会の、まあ、1週間前から当日までの流れをお話ししていくんですけど、水、塩分、カーボ量、この3つの視点に沿って話をしていきたいと思います。じゃあまず水ですね。水分については1週間前からウォーターローディングを始めて、当日までに徐々に減らしていくっていう流れになります。で、具体的には、大会1週間前から7、6、5、5日前までは1日6リッターで、4日前4リッター、3日前2リッター、2日前1リッター、前日 0.5 リッター、こんな感じになってます。完全にはね、当然切らないんですけど、最終日、前日日、前日とかは500ミリしか飲めないので、これはね、かなりきついと思います。水分はこんな感じ。で、次塩分ですね。塩分については、1週間前、7日前から7、6、5、5日前までは 10g です。 10g 水をたくさん取るんで、その分塩分も多めっていう指示だと思います。5日前まで 10g、 4日前 7g、 3日前 5g、 2日前 5g、 前日 5g、 こんな感じですね。塩分はゼロにはしないっす。 5g まで完全にカットはしないっていう感じなんですけど、水の量を落としていくにつれて塩分の量も減らしていくっていう、そういう流れになってます。はい。で、次糖質量ですね。糖質量をカーボ量についてです。で、カーボ量は、まあ基準となるカーボ量があって、自分の場合は基準のカーボ量がですね、1日 320g っていうのが、まあ、基準のカーボ量なんですよ。で、カーボについては基準のカーボから、まあ、前日までに向けて落としていくっていう流れなんですけど、完全にカットはしないです。そんな流れでいきます。はい。で、大会の5日前までは、7日前は 320g で、6、5、6日前、5日前までは基準カーボ量の 70%、 自分で言うと 224g ですね。で、4日前が基準カーボの 50%、3日前が 30% で、2日前と前日でカーボアップっていう流れです。で、カーボアップについては1日糖質量で 700g を朝から入れていく形になるんですけれども、これは普段自分が入れてるカーボよりは少し少なめだなっていう印象ですね。で、カーボアップの食材については前回も動画出したんですけど、玄米餅っていうね、ちょっと持ってきます。あの玄米餅、これですね。はい。で、これは
一切れ、これは一切れで 50g で、一切れあたり 25g の糖質、これをまあ700なんで約27個ぐらいですか、そのぐらい食べていくっていう感じなんですけど、味とかねレビューについては前回のカーバップの動画で出してるので見てみてくださいという感じでして、でタンパク質と脂質の量についてはカーブアップするまではずっと一定です。変えません。自分の場合ですとタンパク質が1日 160g で脂質が 31g、 これをカーブアップまでやる、変わらず食べ続けると。でカーブアップの2日間についてはもう完全にカーブのみっていう内容になってます。これが一応指示を受けている内容になるんですけれども、まあ普段ね自分がご自身で調整されている内容と比較して、こんな感じでやるんだって少しでも参考になっていただけたら嬉しいです。でやっぱりまあ所感としては、あの水分の調整、塩分の調整っていうのはまあ、あのオーソドックスに必要になる方法だとは思うので、まあ、大会のコンディションを作るためには重要なことなんじゃないかなと、その業界でいう、まあ、そのトップ選手とかを見ているコーチとかもやるぐらいなんで、それはまあしっかりやった方がいいのかなと。あとはそれがどのぐらいが自分に合うかみたいなところを見つけていく作業になると思うんですけれども、まあ、ケント君曰くオーソドックスな内容で今回は調整するっていうことだったんで、今の内容はまあ割と一般的なことだと思います。ということで、この後の動画は最終日、当日、大会当日の食事だとかサプリメンテーション、まあ水の戻し方、塩分の戻し方、そういうところを指示いただけるので、それを共有していこうと思うので、知りたい方はチャンネル登録をしてお待ちください。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。 Thank you, sir.